ちゃん、りっちゃん、そうです、さよチャンネル始まるよ。え、色が隠れてるからわかんない。紫、紫、違う、グリーンじゃないよ。奥、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 スズメ、シジメ、シジメ、シジメ、あっちだって。走らないで。そう、火気をつけてね。2箇所、1箇所2箇所って乗り付けされてますので、うん、ここに来てもらって、ここまでこう来てもらって、中にあるブドウで見て、よし、足を見て取ることはないと思って、取ることになります。中に傷んでるのとかあった場合は、レジの方で全部アップワークとか、チェック書がお渡ししますので、うん、ちょっとお時間いただきます。これは支援という仕組みですね。使えませんので、使えます。マスカットに近いですね。でも、これはちょっと新しくて、なんか、11月過ぎても、火気をつけて。ここがずっと傷にしろ気になりますので、ここと見られた後は金は岩の中の方にありますので、はい、はい、そうです。すごい。すごいね。ブドウを決めたらパパが抱っこして持ち上げる。あっちにね、届く紫色のブドウあった。あったよ、これ、これ、見て見て、あった。色薄くない？うんうん、あった。見て見て、あった、かわいい、あった。本当だね。ハサミ持ってきて。パパがハサミ持ってます。どうやって乗るの？破らないで。ちょっと慣れる。これが大きい、りっちゃん。ほら、これ、これやん。どうだ、やっていい？うん、いいよ。おし、おー、オッケー。びっくりした。ぶどうの下に手を置いてたよ。おお、他にある、これダメや。これだよ。下持っとかないと。頑張れ。両手でいけ。両手でいけ。おーい。ハサミ取っ。大きいのどれ？下についてた。綺麗、りっちゃん。りっちゃん、これ綺麗。え、でかい？うん、重たい。これ、これがいい。うん。見えお家に帰ったらね。チャンネル登録お願いします。また見てね。バイバイ。